第5回ワールドベースボールクラシック WBC の準決勝がアメリカのマイアミにあるローンデポ・パークで行われ、日本代表侍ジャパンはメキシコ代表と対戦し、6対5で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めて見事に決勝に進出しました。侍ジャパンは連覇した2009年の第2回大会以来14年ぶりの決勝進出。この試合に大谷翔平選手は3番指名打者として先発出場。第1打席は見逃しの三振、第2打席はセンターライナーに終わってしまいます。侍ジャパンが3点を追う6回には追い込まれながらも直球を捉えてレフト前へヒットを打ちました。大谷選手は一塁ベースを駆け抜けると両手を振り上げ味方のベンチを鼓舞していました。1点をリードされた9回にはメキシコ代表の守護神であるガイゴス投手の初球を弾き返すと、一塁へ向かう途中に自らのヘルメットを脱ぎ捨てながら激走。大谷選手は2塁に到達すると大絶叫でガッツポーズして侍ジャパンのベンチを再び鼓舞しました。その後吉田選手がフォアボールで出塁すると、村上選手がセンターオーバーのサヨナラヒットを打つという劇的な幕切れとなりました。大谷選手は試合後、簡単に勝てないとは分かっていましたけど、まさかこんなゲームになるとは思っていませんでした。本当に村上選手がきつかったと思いますけど、最後の最後、本当にいい打撃を見せてくれました。最高の形で明日の決勝を迎えられると思います。宗は本当に苦しかったと思うんですけど、人一倍バットを振っていました。吉田さんもそうですけど、必ず打ってくれると思っていました。僕が塁に出れば、必ず最後に1点を取れると思い、そういうつもりでいましたよ。だから最終回の打席は、フォアボールでもいいと思っていて、甘いコースだけを打ちたいと思っていました。必ず塁に出るというのは、自分自身の中で決めていました。2塁まで行けたというのが、本当に大きかったと思います。本当に全員で挙げた勝利だと思います。キャッチャーも3人とも出てもらって、ピッチャーも苦しい中、相手のバッティングも素晴らしかったと思うんですが、繋いで、最後ああいう形でできて、いい明日を迎えられるんじゃないかなと思いますね。決勝は最高の舞台で、最高の相手。楽しむ気持ちを持って、まずは明日を迎えたいですね。当然緊張はすると思いますけど、必ず勝つんだって強い気持ちを持って全員で頑張りたいと思います。源太さんもそうですけど、みんな本当に目いっぱいの中やっています。シーズンはまだ始まっていませんが、みんなが身を粉にしてチームのために頑張ってくれているので、僕も全力で準備したいと思いますと話し、アメリカとの決勝に向けて闘志をみなぎらせていました。村上選手はカウント 1-1 からメキシコ代表の守護神であるガイゴス投手が投げた3球目、真ん中高めの直球を振り抜きました。打球はセンターの頭を越えていき、二塁走者の大谷選手、そして一塁走者の周東選手も、次々とホームへと駆け込む逆転サヨナラヒット。村上選手はヘルメットを放り投げ、右手でガッツポーズを作った後、侍ジャパンのメンバーにもみくちゃにされ、栗山監督と抱き合いました。劇的なサヨナラ2点タイムリーヒットを打った村上選手は試合後、もう何度も三振して、何度も悔しい思いをして、その中で、チームメイトがすごい点を取ってくれて、僕を助けてくれました。最後は僕に打席が回ってきて、最後は僕が決めましたけど、チーム一丸となったガチかなと思ってますし、その期待に応えられて本当に良かったです。2009年以来の決勝ですし、このベスト4という壁が今まですごく難しかったので、その壁を越えられて良かったです。明日はこのチームでできる最後の試合なので、目いっぱい楽しんで最高の決勝戦にしたいですねと話してくれました。侍ジャパンの栗山監督は、多分村上選手本人の中ではまだ最後打ちましたけど、チームに迷惑をかけている感じしかしてないんじゃないかなと思います。村上選手はあんなバッターでは絶対にありません。世界がびっくりするようなバッターなんです。
それを僕は、この WBC で証明したいと思ってやってきました。その彼を信じる気持ちには、揺るぎないものがあるんです。村上選手には、最後、お前で勝つんだということを、ずっと言ってきたので、僕は信じています。野球すげーなと、本当に感動しました。決勝戦での大谷の登板については、彼の体の状態を見てみないとわかりません。と話しました。劇的なサヨナラ勝ちを収めた侍ジャパンでしたが、試合は非常に苦しいものでした。メキシコ代表との準決勝で、侍ジャパンの先発マウンドを任されたのは、ロッテに所属する佐々木朗希投手でした。WBC の準決勝という、大一番の先発を任された佐々木投手は、最速163キロの速球でメキシコ打線を打ち取り、3回まで無失点に抑える好投。一方の打線は、メキシコの先発左腕で、エンゼルスで大谷選手ともチームメイトである、サンドバル投手の投げる、スライダーとチェンジアップに翻弄され、無得点の状態が続きます。すると4回、好投していた佐々木投手がメキシコ打線に捕まり、2アウト1、2塁のピンチを作ってしまいます。ここで、メキシコ代表の6番であるウリアス選手に、痛恨のスリーランホームランを被弾。侍ジャパンは3点を先制される、苦しい展開になってしまいました。しかし7回の裏、2アウト1、2塁という、侍ジャパンのチャンスの場面で、打席に立ったのは、今シーズンからメジャーに挑戦する吉田選手。吉田選手は、相手投手が投げた変化球を捉えて、ライトのポール際に同点となる、スリーランホームランを打ちました。しかし、その直後の8回、佐々木投手の後を任されて、無失点に抑えていた山本投手がピンチを招き、メキシコ代表の5番打者であるバレデス選手もタイムリーヒットで、1点を勝ち越されました。さらにその後、メキシコ代表に1点を追加され、侍ジャパンが2点を追いかける展開に。しかし、8回の裏に、山川選手の犠牲フライで1点を返します。1点差のまま迎えた最終回、先頭の大谷選手が2塁打で出塁。続く吉田選手がフォアボールを選び、ノーアウト1、2塁のチャンスを作りました。この場面で打順が回ってきたのは、この試合もここまで、ノーヒットと苦しんでいた村上選手。村上選手は、メキシコ代表の守護神であるガイゴス投手が投げた真ん中の直球を捉え、打球は左中間のフェンスを直撃し、2人のランナーが生還した侍ジャパンが劇的な逆転サヨナラ勝ちを決めました。日本代表は本当にすごい試合をしたね。準々決勝を戦った日本からアメリカのマイアミまで飛行機で移動して、時差ボケとかもあったと思うけど、その中で本当によく戦ったと思うよ。本当に、なんというスリリングな試合だったんだろうね。スリーランホームランを打った吉田は、今年からレッドソックスに加入したんだよね。彼のメジャーでの活躍も、本当に楽しみだよ。ドミニカがグループリーグで消えたから、予想通り決勝は、日本対アメリカの試合になったね。僕はアメリカ人だから、もちろんアメリカ代表を応援するけど、日本代表にも悔いのない戦いをしてもらって、最後まで楽しんでほしいな。海外の反応では、このような声が聞かれました。14年ぶり、3大会ぶりの決勝進出を、劇的な形で決めた侍ジャパン。WBC の戦いも、あとはアメリカ代表との決勝戦を残すのみとなりました。侍ジャパンの皆さんには、最後まで、悔いのない戦いをしてもらいたいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。